クシストフ・ビエリツキ、クシストフ・イエジ・ビエリツキは、ポーランドの登山家で、世界で最も著名なヒマラヤ登山者の一人である。1980年から1996年の間に、世界で5人目の8000メートル本、全14座登頂を成し遂げた。またそのうちの3つ、エベレスト、カンチェンジュンがローツェでは、世界で初めて陶器の登頂に成功した。ビエリツキは、 隊長としてもいくつかの8000メートルミネの陶器、登場を指揮し、成功に導いた。ビエリツキは2013年の陶器ブロードピークにおいて、ポーランド隊を率い、アダムビエリツキら4人を頂上に送り込んで、成功させたものの、登場後に、精鋭2人を失った。ビエリツキは、ニューヨークの登山部である、エクスプローラーズクラブに所属している。永年の登山への貢献により、 2018年には、アストリアス交代子賞スポーツ部門を受賞した。1980年、エベレスト陶器発登頂を1984年、ブロードピーク1日で、登場1984年、マナスル南南東の新ルート1986年、カンチェンジュンが陶器発登頂を1986年、マカルー1988年、 ローツへ投機発登場1990年ダウ切り1991年アンナプルナ1993年超優1993年死シ,シャパンマ南の新ルート単独24時間で登場1995年ガッシャーアブルムツーボン1995年ガッシャーアブルムアイボン1996年ケイニ1996年ランガパルバット 酸素ボンベを使用した山はエベレストのみで、他の13座は無酸素。ありがとうございます。